都の城市民会館は宮崎県都の城市にあるホール。1966年に菊竹清志くんの設計により完成。大ホールの座席数は約1400席で、都の城市において各種のイベントの場として利用されていた。南側の低層部分に会議室などがあり、まだホテルが少なかった。建設当初は結婚式にもよく利用された。 完成後間もなく大ホール屋根から雨漏りが発生し、物議を醸したが、補修工事によって一応止められている。その独特の形態も、相まってメタボリズム建築の代表作の一つとされ、2006年には、ドーコミューもジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選定されている。1966年の開館から約40年に、渡り、 宮古野城市の文化振興拠点として利用されていたが、2006年10月に後継施設となる宮古野城市総合文化ホールが開館、施設、設備が老朽化した当館は用途廃止となり、2007年3月に閉館した。市は閉館に、仙立って町内に市民開館管理運営対策プロジェクトチームを設置して検討した。プロジェクトチームは、 今の年間維持費5000万円、年平均修繕費2000万以上が今後もかかると、照明や遮音性の不足、電気施設の危険性、剥がれ落ちる外壁対策など不備な点が多いという問題点を指摘し、解体を提案した。その後市は市民会館存続問題市民懇話会を設置し、2006年末に閉館後の施設のあり方について、 市内15地区で市民との意見交換会を行った。同年末には市民4000人を対象に、存続する、解体するの二社択一でアンケートを行ったところ、解体が83%、存続が16%と以上の結果を基礎に、長峰誠市長は2007年2月21日の市、議会全員協議会に解体する方針を報告した。これに対し、 保存を求める署名活動やシンポジウムを行ってきた市民有志の宮古城市民会館を守る会は、宮古城市民会館の再生利用を考える会を発足させ、存続に向けた活動を始めたが、市長は解体見直しや着工猶予の可能性を改めて否定し、2007年9月の宮古城市議会定例会では解体費にかかる補正予算が可決された。当時、 市の誘致で宮崎産業、経営大学宮古の城キャンパス跡地への進出が決定していた南九州大学が宮古の城キャンパスの開設を準備していた。その学校法人南九州学園が2007年市議会で改めて議論が行われ、同年12月の定例会で南九州学園への20年間の無償対応が可決され、その後、 2029年3月31日までの使用退職契約が締結された。当初は改修の上、サテライト教室などに使用される計画であったが、都の城キャンパスの整備が優先されたため、当館は活用されることなく放置された。学園は市からの旅重なる要請を受け、2011年には旧都の城市民会館利用検討委員会を、 学内に設置して検討を重ねたものの全面改修には多額の費用を要することが想定され活用の見通しは立たず2018年3月に市に対して旧市民会館の返還を申し入れた返還の申し入れに対して市は旧市民会館の今後のあり方として2018年度に民間団体から財源の確保に木産のある保存活用案の公募を行い 日本建築学会からの提案も含めて市民アンケートを実施、保存活用案の審査及び市民アンケートの結果を踏まえた市議会での議論により塊を決定する予定である。ス単独での保存費用の負担が極めて困難であることから実現可能な保存活用案がない場合は全面解体、模型、映像などでの記録保存となる。 保存活用策の提案は2018年8月中旬までとされていたが2019年1月末まで延長された。そして2019年2月5日に開かれた都の城市の定例会見で池田吉永市長は応募がなかったとして市民の皆さんも思いはあると思います。83%の方々が解体やむなしと言っていることをより尊重せざるを得ないのが私の 立場ですと解体する方針を発表した。2月12日、ユネスコの諮問機関国際記念物遺跡会議は世界的価値がある文化遺産として危機遺産勧告の書面を国、宮崎県、都の城市に直接手渡した。都の城市が保存に応じない場合、国際的に避難するヘリテージアラートを出すとした。これに対し、都の城市は 納税者である多くの市民の意思に沿うものではないと反論し、解体の方針を変えない考えを示している。宮古野城市は2月25日に開始した平成31年第1回宮古野城市議会定例会に旧市民会館の解体費を含む議案第13号平成31年度宮古野城市一般会計予算を提出した。予算案は 関係委員会で審査が行われ、解体費用である市民会館費は3月15日に総務委員会が扱った。委員会は日本イコモス国内委員会の理事を含む3名を参考人として招いて意見を聴取し、旧市民会館を視察した後、自由討議を行った。その後、1名の委員から市民会館費のすべてを減額する修正動議が出され、 委員長を除く6名の委員中5名の賛成で修正案を可決し委員会として修正案を提出すると決定した。市議会本会議は定例会最終日の3月19日に予算案を扱った。総務委員長の審査報告を受け3名の議員から質疑が行われ審査で地元を含む地域からの意見は聞いていないことと修正案は 解体を止めてほしいということではなく、文化財としての検証を死としていってからの解体でも、遅くはないという判断であると、明らかにされた。その後、修正案の提案理由説明を受け、休憩を挟んで、午後に修正案に対する質疑と討論が行われた。2名の議員が質問した後、討論には9名の議員が登壇し、それぞれ修正案に賛成し原案に反対、あるいは、 修正案に反対し原案に賛成の立場で議論された。採決では修正案が賛成12票、反対16票で否決された後、押しボタン採決で原案を可決した。その後、日本イコモス国内委員会は4月20日に世界遺産が一人歩きし、旧市民会館があたかも世界遺産になるような雰囲気を作ってしまったとし、ヘリテージアラートを発出しない方向で、 宮古城市と調整を進め、記念メモリアル政策についても、日本建築学会と共に協力するとした。2019年7月23日に解体工事を開始。2020年3月に解体工事が終了した。2020年4月現在、跡地は更地となっており、宮古城市は今後の活用方法を検討している。また、 記念メモリアルの一環として、日本建築学会のほか、文化庁や菊竹清志くんの遺族の協力を得て、約1100万円をかけ成功に制作された保存模型が、都の城市総合文化ホールに展示されている。ありがとうございます。